さあ、こんばんばって、ダール百姓は聞いてないです。山市で一番良いところは北町でございます。山形市北町といえば、やっぱり、山形ファミリーボールでしょう。北町を紹介します。山形市北町、シャトレーゼとか、美食屋とか、その他もロもロいっぱいありますね。ハローワークは非常貴重だけど、北町ともありますね。はい。北山形駅、すぐ降りてますね。はい。北山形駅も山形市北町ですね。はい。あとはラーメン、酒屋、分店は北町にあるんです。はい。他にも、あとジムと、あとパン屋さん、その他もろもろ、 いっぱいあります。北町は本当にね。やっぱりメインは山形ファミリーボール。私がよく寄るところでございます。チャレンジ待ち試合とか出てるところも北町でございます。ちょうど下地を繋がりますね。今は亡くなった場所の湯は、とパチンコ。パチンコは継続ですが、場所の湯は閉店となって、まさに寂しいちゃん。工場は確か麺の小川。あとはその他もろもろ。いろいろありますからね。はい。 いやー、思い出深い場所に、本当に感動した。あとはセブンイレブンとオアシス、新しくできたところもあります。布団自動はわかんないですね。はい。新しくできた北町はもう、町は変わってますね、すっかり。あとはセガとか、カラオケあるところ、あの、山形がいボールの,あのバッティングセンターとか、いろいろありますからね、系列の。はい。あとが、ゼスト、パチンコ、パチスト、ゼスト、忘れちゃいけませんよ。はい。というわけで以上でございます。バイバイ。